筆の扱いに慣れた高学年向きの教材です。習字用のフェルトの下敷きを敷き、卵パックに 2,3 倍に薄めた墨汁ときれいな水を入れておきます。墨汁は水で落とせるものは使わないでください。紙は清書用半紙のような破れにくい和紙を使ってください。まず練習をしましょう。水をたっぷり含ませた筆の先に少しだけ墨をつけて横線を書いてみましょう。今度は水をつけて太い横線を書きます。また水を足して次は太い縦線を、先に墨をつけて太さを変えて縦線を書いてみましょう。筆の先に墨をつけたら丸を書いてみましょう。水はたっぷり、墨はちょっぴりつけながら払ったり折れ線を書いたりしてみましょう。まだ濡れている薄墨の上に濃い墨で書くとにじみの効果が出ます。かすれたり乾いたりした上から書いてもあまりにじみません。墨の濃さや線の太さ、筆を動かす速さなどを変えてどんな感じになるか試してみましょう。真っ黒にしてしまうと何を書いたかわからなくなります。全体の面積の半分ぐらいは白いままの余白にしておきましょう。練習で書いたものも題名をつければそのまま作品になるので残しておきます。練習ができたら2枚目からは思い切ってどんどん書いていきましょう。1枚5分もあれば十分出来上がります。筆全体が真っ黒で薄く書けなくなったら一旦筆を洗い、卵パックの墨もスポイトなどで吸い取って水だけの部屋を作ってください。何枚も書けたら一番気に入ったものを1枚選び題名をつけます。台紙に貼ってから題名と名前を書いて名札をつけましょう。名札も作品の一部です。丁寧に書いてまっすぐ貼りましょう。タイトルと一緒にみんなの作品を教室などに飾れば展覧会会場の出来上がりです。墨だけで書く面白さをみんなで味わいましょう。